聞くアーティストウェイカウントダウンあと2日花です。マリコです。あ、今日も始まりました。よろしくお願いします。なんか今私カウントダウンって言った気がするんだけど、カウントダウン、うん、ダウンダウンさん、はい、このままいきたいと思います。はい、じゃあ今日はですね、前回までいろいろとね、あのアーティストウェイで化けたりとか、あとなんかちょっとやる前におじけづくみたいなね、感じがあるとかいう話をねしたんですけれども、まあそれもね自然な気持ちなので、はい、はい、そういうのをね持ちつつ進めていきたいと思うのですが、じゃあですね、ちょっとあと2日になりましたので、そろそろですね大事な基本ツールの話も、はい、はい、していきたいと思います。みんなもう基本ツールのところは読んでくれたかな、読んでくれたかな。はい、ちなみに、マリコさんはどんな感じですかね。今まだ読んでないです。読んでない、はい、じゃあ先にかいつまんでねお伝えしますと、はい、アーティストウェイにはですね、いろいろなワークがありまして、はい、はい、まあ、12週間のワークで1週ごとにね、いろいろなワークがぎっしりあって、まあ、ほぼ1週間に 10個前後かな、1週間に10個前後、はい、のワークがあって、まあ、全部やらなくてもいいんですけども、はい、そういうのがいっぱいあるんですけども、その中でも特に大事な基本ツール、はい、っていうのが2つありまして、はい、それだけはなるべくやってほしい、はい、全部やってほしい、はい、うん、っていうのをそれからこれからご説明します。はい、はい、それは何かというと、1つ目がモーニングページ、モーニングページ、はい、そしてもう1つがアーティストデート、アーティストデート、はい、という基本ツールがございます。はい、でモーニングページってね、聞いたことある方もいるかもしれないんですけれども、うん、すごくね、それだけでちょっと抜き出して有名になっちゃったワークなんですけども、もともとこのアーティストウェイのねワークなんですね。はい、はい、でまあモーニングページについて簡単に説明しますと、はい、毎日朝起きたらノートに3ページ、その時思ってること、感じてること、考えてることを全部そのまま言葉にして、うん、文字にして書いていくという、うん、ただそれだけのワークでございます。うん、はい、これはこの12週間毎日、毎日、はい、やるものでございます。はい、はい、どうですかマリコさん、できるかな。うん、みんなそう思うと思うんですけども、はい、ここでですねすごく大事なお知らせが皆様にありまして、はい、はい、ここだけ耳をかっぽじって、はい、よく聞きやがれ、よく聞きやがれ、はい、ですねこの毎日3ページっていうのは、うん、これね、アーティストウェイ原書が英語の本ですので、うんうん、英語で3ページっていうことなんですよ。あ、なるほど。なので、あ、違う、英語で書けっていう意味じゃないよ、うん、文字数が多いと。そうそう、英語と日本語は、日本語の方がすごくね、同じ内容を書くのに短いので、うん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 、でね、私この間、去年ね、コロナでオンラインクラスをジュリア・キャメロンが、作者の人がやってくれて、そこで質問させていただいたんですけども、英語では3ページですけど、他の言語でやるときはどうなんですかって聞いたら、日本語で、日本語でやるとき私1時間半とかかかるんですけどって聞いたら、1ページでいいって言われました。はい、はい、なので、ジュリア・キャメロン公式のお答えもいただきましたので、公式のね、はい、日本語では1ページでいいです。はい、はい、ページ、そんな3ページもよう書けんから、うん、うん、宿題3分の1になった。そうそうそう、そうなんです。はい、で、まあ、時間で言うと30分前後、長すぎず短すぎず。なるほど、皆さん30分早起きしますよ。うん、そうですね、30分早起きして書こうって書いてあるんですよ、本にも。あ、なるほど、うん、書いてるんだ。そうなの、なので30分ですね、目安として。はい、まあ、ノートのサイズはどうすればいいですか。あ、そう、いいこと聞いてくれました。そう、それでね、A4 って最近言われてて、うん、特にね、これ続編がありまして、いくつになってもずっとやりたかったことやりなさいっていう本にね、うんうん、A4 サイズって書いてあって、はい、あとそれが最近YouTube 大学の中田あっちゃんとかが、はい、お知らせしてくれちゃって、はい、くれちゃってとか言って、A4 モーニングページは A4 とかっていうのが、うんうん、すごくなんか最近お知らせされているんですけども、うんうん、それもね、うん、それも みんなアメリカサイズだから、アメリカサイズだから、日本人はさ、うん、体型も違うし、うん、なんかそのノートを広げる机のサイズも違うし、そのノートをしまう棚のサイズも違うでしょ、うん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 、あとね、 A4 っていうのはレターサイズ、要はレターサイズって言って、アメリカで一番ポピュラーなサイズのことらしいの、うん、あ、なるほど。だから日本で一番ポピュラーなサイズでいいんじゃねと思って、うんうんうん、はい、なので私は大学ノートで書いてます。大学ノート、はい、なのでね、最近ね、なんか A4 のノートがないからモーニングページ明日から始めたいけど始められないみたいな、うんうんうん、A4 のノート注文してくるまで待ってますみたいな人がいるんですけど、原理主義じゃなくていいと。そうそう、普通にその辺のコンビニで買える大学ノートで全然いいと思いますので。ちなみに過去モニペを花さんのところで一緒にやってた人は、はいはい、みんなあれですか、大学ノートでした。小さいサイズの方もいました。小さいサイズの方も大きいサイズの方もいましたけども、うん、あんまり小さいのはおすすめしないですね。それは、はい、ポケットに入るようなサイズじゃなくて、そうですね、まあ、最悪手帳サイズぐらいでもいいですか。手帳サイズってじゃあどれだよって、これなんですか、 B、 わからない人たち、 B5?
ちわかんないけど、うん、B6 とかそのくらい、うん、そうそう B のジュリア・キャメロンもね、あの公式で言ってるのは、うん、メモ帳みたいなのをおすすめしないと、やっぱりこっち、はい、ちまちまあの思考が縮こまるので。ああ、なるほど、うん、ある程度大きい方が、そっちにも影響があるんですね、うんうん、そうなんです、うん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 、なのである程度大きいサイズで、はいはい、でもあの別に A4 じゃなきゃ絶対いけないってことはないですので、はいはい、大学ノートサイズで、そして日本語では1ページ1ページ、はい、時間にして、はい、30分、はい、それで大丈夫ですので、ぜひ毎日書いてみてください。頑張りましょう、はいはい、じゃあ今日はモーニングページについてでした。じゃあ次回はアーティストデートとかね、はいはい、他のことについても、はい、ご説明したいと思います。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。また明日、はいはい、いよいよ、明日からじゃない、明後日からか、明後日から、4月18日から、一緒にアーティストウェイ12シーズンっていう、このね、アーティストウェイをみんなで一緒にやるイベントが始まりますので、よろしければ一緒にやりませんか。はい、ではまた明日聞いてください。ありがとうございました。ありがとうございました。